今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とけちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は駒ヶ根市の豊右衛門にやってきました。駒ヶ根名物ソースカツ丼、はい、わらぶき屋根で、その前にピンコロ神社がありますね。はい、ピンピンコロリの祈願の、はい、駐車場とっても広いです。あ、足湯があるわ。はい、当店ご利用のお客様は足湯利用できるようです。あ、ちょっとぬるい。いいね、でも後で入ってみたいですね。あれ、タオルもあるわ、ザブもあるし、素晴らしい。わらじかつ丼。あ、こんにちは。はい、ありがとう。ピン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 わらじヒレロース、うん、ロースですね。私はロースですか。うん、あ、そばもあるわ。でもここへ来たらやっぱり、はい、じゃロース、うん、おじいはロース1480円ですね。おばあはヒレの1580円ですか。はい、これは大わらじとかもある。はい、進化しているわらじカツ丼。え、鼻緒がついている。鼻緒がついてるじゃない、言わないかな、はい、あ、これね、うん、これが鼻緒なわけね。なるほど。ここにピンコロ神社の説明ありました。人生を最後まで元気に幸せに楽しむ、まあそうですよね。狛犬ならぬ狛亀がお出迎え。トイレめちゃめちゃ綺麗です。はい、当然温水便座、素晴らしい。はい、ソースカツ丼来ました。オーバーは綺麗ですね。ちゃんと鼻緒がついています。鼻緒わらじピンコロです。ピンコロ、オーバーが死ぬそうです。あ、団子もついてるわ。これちょっと開けておきますか。はい、おじいはロースです。ロースは一つですね。で、ちゃんと鼻緒がついています。はい、団子がついてるのも同じですね。はい、ではロースカツ、ソースカツ丼。意外と淡白です。もっと油がどんと乗ってるかと思ったらあっさりしてますね。はい、あんまり油身がないようですね。これはヘルシーでいいですね。で、このキャベツがたっぷり乗っているところがソースカツ丼ですね。はい、ご飯、完食です。苦しいぐらいでした。すごいボリュームありましたね。ソースカツ丼ってもうペラペラの本当にわらじみたいなカツのところが多いんですけど、ここはしっかり厚みもあってですね、食べ応えがありました。で、味噌汁もなめこが入ってておじい好みでした。おばあも完食しています。怖いです。はい、では外に出てきました。早速足湯入りたいと思います。あ、 YouTube やってるんで残してるんです。はいはいはい、座布団、こんないい座布団
お貸しいただけるそうです。楽しみ。ではじゃーん、足湯。あれなんかぬるいだなと思ったけどちょうどいいぐらいです。はい、いや気持ちいいわ。あー極楽極楽。あ、本当だ、お花を見ながら足湯最高です。あ、オーバーも入るそうです。気持ちいいね。気持ちいい。あー、よかったわ。